面の力をもらった状態から上半身を回す、先に止まるというか、うん、はい、あっとこれは送球がそれました。友塚の送球がライト側にそれました。記録はエラーのランナー。後半戦最初のバッターボックスで横に持って拾っていきましたが、打球は伸びすぎました。そういうスタイルの方がいいかなと思いますけど、あとここで渡辺春人スタートを切っていました。タッチはアウトです。うん、森友哉はスンボール空振りの三振でした。結果的にオリックス初回3人でハイキルに相対します。初球から狙っていきましたが、やや詰まったでしょうか。センターは今日はスタメン和田光志郎。手が出ました。西川は空振りの三振です。ピッチャーいませんからね。なるほど、引っ掛けた当たりはサードへのゴロです。二塁に送ってスリーアウト。頓宮は内野ゴロでした。運が中島監督です。少し詰まったでしょうか。差し込まれた当たりはセカンドゴロでした。だいぶあえての8番なんですけどね、はい、あのロッテの各投手もぶっつけ本番であれだけボールに馴染むんだなというふうに話していました。右中間の当たりです。これは抜けませんでした。紅林光太郎ライトフライに倒れてツーアウトです。右バッターはやはり右方向渡辺春人。ショートへ強い当たり、回り込んだ友杉、うまいグラブさばきでした。好プレーが出ました。このイニングオリックス3人に倒れています。序盤キャッチャー高め要求、ライトへ、ライト前進、返してきました。センター和田光志郎落下点に入って、これで2アウト。2アウトランナー2塁1塁に変わりました。初球打ち上げてこれもフライになった。レフト角中がっちり掴んで3アウト。2の2ランナースタートを切って頓宮は2塁到達。しかしセカンドキャンバスの上、1塁は足が離れました。この勝負ここでインコースランナースタート空振り、タッチはアウトになりました。三振ゲッツ。オリックスは高打順1番の渡辺春人から始まります。左右間巨となる友杉、一塁送球間に合いました。かなり前を守っていた友杉です。アムラとのコンビネーション、空振りの三振、外から入ってくるボールでした。今日4つ目の三振です。スイング2の勝負が続く。空振りの三振、今日のゲームカイケル5つ目の三振を奪い取りました。この6回も捉えてきているという話がありましたね。そうですね、レフトへ捉えた当たりは大きな当たり、レフトの頭上どうか、取ったが取りました。超ファインプレーが出ました。スーパープレーが出ました。和田光志郎マリーンズ、ライト方向高く上がった当たり、ライトバックフェンスの手前でした。杉本は前のトゥー外、バトン先、ライト下がっていったがセカンドライトを追っていって掴み取りました。小川がうまく掴んでこれも好プレーでした。ロッテの守備が目立ったこのイニングでした。7回まで